どうも、エルザです。それでは2を2やっていきましょう。今回は、こちらですね、メインミッション運営のあやかしと、こちらやっていきたいなと思います。まずは俺が集めた霊石を買い取ってくれるお客に会いに行こうと。その筋じゃちょっと知られたお方でなと。これも顔を覚えてもらっている。そのお方と密かに会うという約束をしているんだ。もっと、そしてもらえたら俺たちの腕を引っ込んでみよう。まあとりあえず陶器城の知り合いのところに行くというところだね。あやかしに詳しいってなるとというところなんだけど、こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿、陶吉郎めにお任せあれ。食うか。さあ、たたら山ということで、次の目的地ですね。早速擬人塚だ。道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。刀鍛冶か。お前はにぎわってたそうだが、このありさまじゃ何が出てくるやら。気を引き締めていくぞ。そうだ、秀の字、これ持ってけよ。道山様が、道山様、これぐらいかな。他にはもらえなさそう。さあ行きますか。相変わらずね。じゃ大太刀に切り替えようかなと思いつつね。14、27、32。27か。今レベル20なんだよね。なんだかんだね。で、そうだね。一応ここら辺全部充実はしたいなと思ってて、まあ、部を上げてもいいんだけどね。27。8。13。あー、めっちゃ倒れてるね。すべて奪われてしもうた。やつら決して許せねえ。さあどうしようかな。27で使ってるかな。ちょっとね、装備も気になるんで。ただ鎧か、結構重めというかね。さあどうくる。やっぱくスタミナが減らねえな。さあドーンと。さあ
これで。意外とスタミナ切れないね。はい、行くはダメ。これでどうだ。攻撃力は低いね。タッチの一発にやっぱ勝てんか。おお。72。いやで、あーでも重さが、体力自動回復はありがたいけどね。いやこっちか。無傷、まあ無傷じゃないから意味ないんだけど、30か。32。ちょっと重量的にきついね。まあまあでも後々つけたいものではあるかな。さっきのか。さあ余計なものを直そう。あとは納品しますか。1個1 0 0ゴーガラクタ。アイテム特に出てない。木霊は薬師でいっかな。よし、あーこっちかな。やるな。あ、弓が、弓、確かに攻撃力はあるけど、攻撃力はあるんだけどっていう気はするんだけどな。15 8 8 21。21も僕と同じぐらいだからね。9。やっぱちょっと30ぐらい欲しいな。さあ、こだまちゃんはいるかな。いる限りなしか。こっちはショートカットっぽいね。うん。12。うい。12。あーそこか。40はやばいね。14。まあ意外と小玉の声がしたような気がしたんだけど、意外と意外としぶとい石か。相手にちょっとやってみますか。40なんだよね。しかもとうとう、こっち来てもらって気づいたね。なんだその動きは。
ガードしないね。紫、あー二刀か、二刀ね。まあそれなりには強いって感じか。こっちはね、同じだったらちょっと強い方がね。こっちはね、これ打って OK。 でも重さがあるからね。鎧が重い、半分はちょっと痛いもんな。なるとこうだね。いやー、まあいや、まあそれなりに強いからね、助かるなーっていう感じだけど、レベルも上げたいね、ガンガンね。15、こっち行ける感じか。上下ろせる。おお、落ちてきた。あんな風に移動はできるんだね。やっぱすごい。危な。危ないね。いやー気持ちいい。こうやって決まると気持ちいいんだけどね。さてどうしよっかな。まあ多分左の方も一つなんだけど、右もちょっと気になるね。左の方が敵が多いからさ、なんか敵が多い方は進む道っぽい気がするんだよね。そうだね、後ろがバックスタブが取れるわけじゃないから、また。意外と動きを止めない。よし。弓は強いよー。てか大事だよ弓は。ていうか結構上から降りてくる敵が増えてきたね。左は左でさっきのところ合流しそうだね。おっ、猫股じゃないか、かわいいね。ついてきてもらおう。うんで、お、早く早く皆に知らせねえと。さあこの辺りか。あそこ上登れたんだね。あんまり。それっぽい場所ねえなーと思ってたら、アイテムだけか。私はどうなってもいい、この子だけは見逃しておくれ。いやー、小玉反応がね意外となくて、ちょっと困るね。一旦引きつけて、
来るか来るか。危なギリ。さあ次。あのなあ。でかいの気になるなあ。よし。あれは思いっきりなんか被ってるね。ということは多分弾かれる。よし。やっぱ弾かれるよね。で、大立ち。よし。900。さあやっちまいますか。しくったねー。よし、頭を飛ばさ、いっかっけー。いやー、下ろしとけばよかった。そうだよね、普通に上行ってあれ下ろせば。おい、落ちろ。おい、そう。で、上行ってはしご下ろして上に逃げれるようにちょっとしよっかね。で、多分、あ、それかそれか、これおろしの、はい、一番反対側行きたいんだけどね。意外と止まらん。考えられてますね。で、倒れたところ上からブシャーで行こうかな。さあ、ちょっとね、あー、ガードするか、単純に。ういっ、おい、さすがに武器がくれんか、さすがに。いやー、つらい。上どっかから登れそうなんだけど。さあ、ちっちゃいお宝からは火薬か。小玉の音がするんだよね、ふわふわってね。多分この辺りかなと思ってたんだけど。上っぽいよな。でもぐるって回ってきてっていう感じだね。ちなみに11で上と合流して、何なし、お守り。内側に敵がいそうだけど意外とね、いないっていうね。
奥に何もないのか。こっちの奥にはなし。12、美人図か。どうだろうね。お宝だけ？お宝だけか。ここにこう大量にあるのがさ、超気になる。さあ、ぽい。終わり。上は上って感じか。ちゃちゃちゃ、ターゲット。で、ここ開ければだいぶ楽やね。で、多分屋根の上に登れるから。あ、なんか緑色見えたね。こっちはなしの。はい、帰れー。こう落ちるわけにはいかん。戦略がちょっとずつ溜まりやすくなってきたね。なんかいるな。さすがにならんか。あの鍛冶屋の娘、どこに行きやがった。探し出せ。鍛冶屋の娘か。16。うわー、めっちゃ落ちてるな。おー、なんだ君。ちょっと待った、そういう感じか。やばそう。いやー、特攻闇使うの。よっしゃー、倒したー。こいつやばくね。いやー、てか敵が一発でけーなー。殿下の大鎧、いやー強え、マジで。はい、着
太刀、大太刀、手に入りましたか。あー、崩しつくか。うん、特にはって感じだね。鎧も対して武器もお守りはお守りだね。いやー、ここ確かにやられる人は多いんじゃない。いやー、よかった、普通に倒せて。でさらに開く、宝が隠れたね。ろうそく、おー、地下があるの地下があんのか。おー、で降りる。あ、誰かいた。あなた、どうやってここへ。私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど師匠とはぐれちゃって。師匠、ごめんなさい、あなたには関係ないよね。とにかく助けてくれてありがとう。落ち着いたら私のお店に寄ってほしいな。へえ、お店、これでやっとお店開放か。この先あやかしいるかそうか、さすがにはあれで終わりじゃないよね。能力が上げれそうだか。そうだね、下がね、上げれないのがきついんだよね。ルーテンだね。で、おぼろ貯めるか、刀は。あ、へえ、そのまま上げることができるんだ。記録は 40%。あー、いや、常闇状態、これが欲しいな。 10% アップはね。いやー、ガキがいるのか。いやー、こいつね、意外と間違えると一瞬でやられるんで、こっちがね。こっちいるだろ、やらしいな。おいおい、帰れ。さあさあ、次次。あのバカでけえ火事場、一体何が。この先か。一応大丈夫だね、ここは大丈夫ですかね。水まといのお札。はあ、ってことは水に弱いのが出てくるのかな。ちょうど鍛冶屋だしね。敵いない。あとは、あった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 、そうそう、それ探してたの、それ。はい、オガム。さあ、レベルを上げましょう。いらないもの売っちゃいましょう。だよね、これで OK。 木霊は戦薬がやっぱ大量に出るね。矢が欲しい。あとは
そうだね。上は行けないからショートカットか。いたね。やべえな、あそこ今見えたけど。攻撃力アップしてきたねえ。はい、ソファイア聖本章ソファイア。へえ、なんかさっきのあいつらみたいな格好になるのかな。ああ、常闇か。常闇はやべえだろうな。麻痺直し、麻痺系が出るってことか。いると、いや、めっちゃガキいたね。ちょっと抜けません？そこから。よしよし。いやー強えなー。マジで。あー、ぶつかりって戦略拾って玉城ゲッチ。あ、そっか。いや、出てくんのかな。常闇状態だとちょっと確認したいね。へぇ、10。あー、鬼。あ、そういうモーションか。さっきの剣士は出てくるとか、ソファイアのやつは出てくるとして、こっちだね。あ、復活するんか。ってことはある程度晴らしてからの方が何かと都合がいいんだね。さあ繰り返し。よしいい感じ、いい感じ。さあ、とつこやみ
こっちかな。止まらんね、意外と止まらんね。よし、できるだけ。なんだってんだここは。苦しい、助けて。痛い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 。どっから来た？一発が強いな。特には大丈夫そう。ああ、200か。200ダメージきついね。右から何か聞こえたが、引きずり出すか。次は33か。うおぉ、なるほどね。その中でしか。戦わない感じか。上に飛んでくれた方が助かる。めんどくさいね。やばそうやね。それはあかん。
やー、回復もこれが気持ちいいかな。回復したいね。そういう攻撃もあるんだね。はい、でしょ。ねえ、今のが避けれなかったな、ちょっと。かったな。やっぱ常闇なの状態は辛いね。さあ開けて。あ、上にいそうな気はするんだけどね。お、鹿がある。あー、お宝2つ守ってたわけか。大炎上。痛い。これも開けて。お、忍び。ちょっと忍び見たいんだっけ。何者？しかも地下から現れたような感じだね。で、気になったのがこの、あー、これぐるって回る感じか。上にさ、向こうを登れそうなところがあってさ、ここね、多分行く方法があるんだけど、あの地下から行く感じかな。へえ、714だね。忍び40か、忍術。39。ああ、特には上がらんと。ちょっと先の様子見て、で、いますね。意外と硬い。しかも後ろもいたね、今ね。どこどこどこ。おお、そこ
あーじゃあ先に降りよう。いや地下はちょっと300か、300入るか。あ、ごめんね。さあ、入る。この状態でぐるって回るしかないか。ほうほうほう。働きもんやね。そうそう。ある程度してみると、さらに。消しが出てきた。となるとおっと毒を使うやつが出てくるか。君か。痛いね。おじぎ。しかもスタミナを全部持ってかれるっていうね。ああ、アイテムを。あ、違う。さあ、忍び装束が。また手に入ったね。まあ、軽いっちゃ軽いからいいっちゃいいよねっていう気はするんだけど、マーガタマ、マーガタマは玉城か。今はまだいいかな。さあ、こういう感じね。おお、上つながる。あ、これで。ショートカットになるんじゃないか。ほい。危ねえ、危ねえ、危ねえ。普通に落ちていきそうやった。ああ、で、そこに降りると。暑いね。とりあえず、っていう感じだね。玉城、叩きつけるって感じか。そんなに強い感じではないね。せんねー、そうだね、5を上げてちょっと、まず10まで5を上げようか。忍び系はちょっと一旦持っておこうかな。
ちょっと待った。まだ上がる。これで10。とりあえずこれで一旦はっていう感じね。はい、ということで今回はここまでにしましょうか。まあなかなか辛いですが、まあまあ多分次ぐらいはすぐボスが来るんじゃないかと思うんで、それも楽しみにしておいてください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃまたな。